次。はい、もう少し簡単な技。はい。膝をこう上げてみてください。膝をこう上げる。そう。入ってるかな？あ、こうです。これは。あ、映ってるか。はい。ここら辺に出てみてください。はい。角に出ていて、角じゃなくて。はい。壁に手ついて、で、はい、こうします。はい、で、このまま軸足を変えてここまで来ます。はい。こうですね。こう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 。そうそうそう。はい、軸足を後ろ向けばこうなります。はい。そう。はい、OK。はい。なので次こう膝上げて、はい、膝をここで触る感じで、はい、こう触る、はい、触る、そう、はい。触ったらそのままこう軸足をぐっと後ろ向きにして。っていうか、はい、こうって感じで、ほんとこうやって、あれの先生に軸足をグッと変えて、膝蹴りをする、そうそうそうって感じで、そう、 OK、 そう、膝上げてそのままこう返します。上がる力を使ってください。ちょっと待って、そのまま筋肉でしんどいんで、上がる力、上がる、また返さない、まっすぐ前に、そう、こうす、はい、まっすぐ前に上げる、そう、上がる力を使って軸です、はい、上がる力を使って、はい、上がる力を使って、はい、上がる力を使って軸返します。膝が上がってから軸返してください。膝が上がってからが軸返す感じです。そうそうそう、はい、膝が上がってから軸返す感じです。低くやりましょう。低くやると、はい、こういう感じです。だと、そう、こうです。こっちにこうなんです。そうそうそう。なるほど。こういう感じで、後ろに歩くような感じで、そう。これを拭く、そう。そう。ではこの時も、はい、こっちを引きながら、こういう感じで。だったら、こっちの時は、はい、ここに構えておいて、こっち引きながら。引き上げます。そう、この時こうしない、はい、体をまっすぐか、はい、まっすぐか後ろ向きかです。そう、はい、まっすぐか後ろ向きか、そう、こっちの手はちょっと、はい、膝上がった瞬間に、そう、あ、ちょっと引く感じ、はい、膝上がった瞬間に引いてる、そう、はい、こう足はこういう感じです。足をここトンじゃなくて、はい、膝が埋まったら、返したら、こっちに向かって歩くようなイメージを。こっちに向かって戻る。ちょうどこう、はい、こっちにこう歩くような感じです。そう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 。いいですよ。もっと高く膝上げて、膝上げて、切り返して、そうそうそう。膝上げて、繰り返して、そう、で、つま先を、はい、こっち向き、膝が上がった瞬間に、この後ろに向けて、で、足を、そう、返した瞬間にもう戻しちゃう。はい。こうしていいか。今、横向き、膝が横向きやってるんですね。はい。横向きやってるんです。縦、下って感じで。縦、下。縦、下。あれ？もう一回。はい。で、この形にグリッて感じでこう変わるの。あ、もっとぐるっと感じで。空中でグリッてこう切り替えるの。もっとこう手が触るほどつけてみましょう。はい、ここに手差して、自分の手で。はい、自分の手で。膝上げて、そう。膝上げて、そのまま返す。そう、うん、足上がってきたんで、あとは返す瞬間に、はい、つま先をこうどこうビールマンスピンのように、はい、つま先を上にしてください。つま先を上に、この上がった瞬間に、返した瞬間につま先は上になる。あ、上になるんだ。真上です。はい、わかりました。逆の手でつま先を持つ。つま先をこっちの手で持つ。はい。持ってます。はい。こうね。はい。
そう、基本的にこうです。これがこれです。はい。はい。で、いいですか？はい、基本的に足が切り方しないこの形になります。はい。で、手を離す。はい。4。で、離すと、はい、こっちに向く、こっちに落っこってきます。こうやったら、ポン。そう。はい。そう。ちなみにこれはブラジリアンキックって言われてる。ああ、よく引くやつだ。前蹴りと見かけて、はい、膝を上げます。はい、膝があると大体ここら辺の意識にします。はい、で、膝が上がった瞬間に軸を返して、縦に蹴り込む。これがブラジリアンキックか。縦、やっぱ縦、縦って感じで。はい。なので、縦。ダメ？ですね。これを上から下に切ろうとします。はい。やってみましょう。はい。はい。これを上から下？そう。え、上から？ちょっと持ってます？はい、お願いします。よいしょ。こうです。はい。こうやって。こう。あ、下ろすときにした。こう。あ、なるほど、なるほど。はい。こう。軸足を上げて、軸足返すことなので、はい、この瞬間にこうします。おお、すごい威力。そうです。結構すごい威力なんですね。威力っていうかこれあの、はい、縦に手を突っ込むので受けにくいっていうか。はい。それにこういって。そう、バーン殺す。あ、ごめん、蹴った。すいません。はい。すみません。謝る必要はないです。はい、こう。はい。そう、足がなんてつま先上がったらもう力抜いちゃう。そう。そうそうそう、まだ蹴りすぎてるんで、もっと体重でストンと足を下ろす、重力で、そう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 、重力で下ろす。あと、振り返るのが早すぎるんで。あ、私の顔、目線こっちまだ向けた方がいい。あ、向いてる。この瞬間に、はい、そう。極論このまま、蹴りが当たるまで見てられると、いいんですけど、オッケー、そう。なるほど。そうかそうか。うん、そうそうそう。うん、そう、よし。うん、そうそうそう。ああ、いけそうですか。はい。で次、構え。はい。構えて、楽に構えて。はい。先生、右足前のサウスポーなんですか？いや、っていうか、まあ、はい、あゆさんが左足で蹴ってるから、こうしてるだけ。あ、なんか、そうだ、先生。いや、逆足でいいですよ。あ、右足、はい。膝、この時に、こっちのと一緒に、はい、こっちのと肩ですね、はい。肩引きながら膝上げて、肩を引きながら、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。で、さらに、はい、こっちの体を、こっちに入れる。はい、こっちの、はい、一応で、はい、こう。こうすることによって、どうするか、分かんないか、それはこのままこうやって上げる、軸足をこう返す、上から、上って、上下って感じで、回さない、はい、上、下、上、下、あ、ごめんなさい、すみません、ごめんなさい、膝曲げて、はい、膝曲げてあげて、そう、もっとこう膝をグワッと上げる。はい、もっと膝を上げて。膝がね、やっぱ低いんですよ。あ、はい。膝をここまで上げて、上げて、キックです。はい。そう。あ、もっと上がる。もっと。じゃあ、横向きの足の交差。はい。よし、じゃあ。はい。はい、宮崎さん、ちゃんと下げて。ああ、っていうかね、はい、今、こうしてますね。あ、はいはいはい。こっち、蹴り足を下げる。蹴り足を下げる。はい。そこから、前に一歩下げる。もっと膝が、もうこう、もう回ってる。はい。体倒しすぎてると、はい。私倒してる。こうなっちゃうんで。はい。もう下げる。じゃあ、最初、体このままでいいです。まっすぐのまま膝上げる。はい。まっすぐ膝上げて、そう。そこから、そこから軸足を繰り返して警戒して、そう、それでパーッと行きましょう。はい、行きます。まっすぐ、まだ膝横に入れる。はい。
あ、まだ。まっすぐまっすぐ。まだ。先生。おお、よしよし、もう一回。はい。まっすぐ上げて、まっすぐ上げて、まっすぐ下ろす。そう。あと、はい。皆さん、体硬いから、ここで長時間空いてるんで、これ一瞬です。はい。一瞬。一瞬です。そうです、今の。今の一番うまい。はい。よし、よしよし、今の。よしよし。もう一回。よしよしよし、もう一回。よしよし、今の一番いいの。はい、よく。もっとまっすぐ膝上げて、よく膝上げて。よいしょ、そうな。よし。よし。十。よし、です。今の最高。ラスト。十。はい。オッケー。じゃあね、カメラに向かってつけましょう。はい。これで、はい、膝上げて、つけましょう。はい。カメラに向かって。もっと膝高くなってる。はい。低い低い、ここら辺だね。ここら辺意識して。はい。もっともっと意識して。はい。うん、もっとため作らないように一瞬で、一瞬。ここが長すぎる。あ、ここが長い。はい。一瞬です。よし、もう一回。ラスト。はいでーす。ちょっとこうね、はい、ここで、はい、試すかもしれないよ、はい、この踏ん張る時間いらないです、はい、これ踏ん張ると遅から膝が落ちるんで、はい、膝が上がった勢いでこう投げる感じです。あー、高い選手、高い、高い、高いと柔らかくやっていくんです、うん、下の向かいに上っていくんです。あー、すごい急に上に上がってる。ひっくり返す。これがブラジリアンチョクタです。そういうとこ行ったらサクラとか使ってるんですよ。あ、嘘、サクラさん使ってるんだ。中段とかで、うんうん、マイク押しながら、いや、こういう感じからすごいな、サクラさん使ってるんだ。ブラジリアンキックっていうか、まあ、フラワーキックって名前やってるんですけど、はいはい、ここから普通に膝、はい、膝こう上げて、膝こう上げて、そう、膝こう上げて前にこう、はい、前にこう普通に着地しながら、はい、こう下ろすんです。そう、さくらちゃんの技か。そう、縦に叩き下ろす。もうちょっと、もうちょっとこっちを、こっちを。はい。さくらちゃん。逆、足、足下げて。足下げて。逆、逆ですか、まあ、こうで。こう。はい。こう。左、左。後ろ足をこう上げる。はい。いや、こうっていうよりも、むしろこうだな。こうなんですよ。そう、こう、畳みながら上げて、そう、はい、畳みながら上げて。はい。畳、そう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 、よしよし、たた、上、後ろから上げて、そのままこうしてます。そう、こっちに向かって、はい、こっちに向かって、こっちにこう連動するか、体流しながら、はい、合わせんじゃなくて縦に下ろす、はい、縦に下ろす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 、下ろすときは縦に、あ、なるほど、はい、縦に縦に、そして縦のまま後ろに振り返る。そう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 。で振り返ってそのままポンポン切る。これやったね。こうね、足はこう。はい、こうじゃなくて、こう。後ろ足から。はい、こう。もうこうじゃなくて、はい、こうじゃないんです。こう。こう。そう。ガードする感じ。あ、ガード、ガードの、はい。ガードしながら、はい、ガードしながらそのままこう。あ、そうです。ガードしながら、そうそうそう、入るんだ。ガードしながらって、ガードしながらやってたんだ。ガードっていうか、はい、足の上がこうなんですよ、はい。そう。ちょっと縦に上げる、縦っていうか、これで、これで上げて、はい、これで上げて、こう、かかる。そう。OK! そう。そういう感じです。これが、まあ、そういうのが入ったんですけど、桜のフラワーキックおよび、はい、ブラジリアンキックですね。すごい、さくらちゃん。縦跳び下げて、まあ、ブラジリアンキックはこうやってるんですけど、さくらはこういう風な膝、こっちから体重前にして、はい、こう上げて、そう、はい、そのままこっちに体を振り返らせる。そう、そしてそのまま。そう、OK! そうそうそう。そう。そうなるほど。あ、ごめんなさい。真横から、真正面から見ると、本当に、はい、
斜めに切り戻すから、縦から降りるようなイメージで。手紙みたいな感じなんだ。そう、手紙で、手紙、そう。あ、なるほど。こうね。すごい。かなりそう。なるほど。ちょっとこう、ここ見ていいですか。はい。ちょっと外しますね。はいはい。切りますよ。